疲れ様です。2月8日の水曜日です。今日は、結構いろんなことしました。朝ちゃんと早く起きて歯医者に行ってきました。歯医者の麻酔がすごいボワーっとなってご飯食べられない、うおーって、なんかね、久しぶりでしたね。本当はね、麻酔しなくてもいい感じだったかもしれないけど、痛いなら麻酔しましょうかって院長先生に言われたから、お願いしますって言って、なんかちょっと弱虫でした。僕はそうです。痛みに弱いのは向こうの先生もよく知ってるんで、ミカリバ先生はよく、よくしてもらってます。で、帰ってきて、結構いろいろ片付けをして、おちょっばとたでね、しょ?おばたしかでしょ?まあ、でも、ミカリバおばたしかない。おばたミカリバしかわかんないけど、です。で、片付けをしました。気がつかないかもしれないけど、机周りが結構きれいになってます。で、あとね、何があったかな。レコードをそうだ、ヤフオク出品をもう一回やります。もう一回やりますっていうか、しばらく年末年始で、ちょっとサボってたのをもう一回再開します。年末年始は何だろうな、オークションとかそういうのがちょっと入札が少ないような気がするんで、気のせいかもしれないんですけど。てか、お金のやり取りとかね、連休とかあるとめんどくさいんで、やってなかったんですけど、久々に、再開しましょう。結構レコード溜まっちゃってるんで、これから毎日、60ぐらいずつ出していきたいなと、具体的に 出して思ってます。あとね、今日ね、カードを並べる仕事を、うちの常連の、子たち、高校生の子たちにね、ちょっとやってもらう、実験的にやってもらいました。正式にバイトとして雇うよりも、その前に、ちょっと特性を見るというか、そういうことも含めて、ちょっと試しにこのカード並べてみなとか、こういうのちょっと、値段変更のやつ調べてみなとか、細かい仕事をちょっとやってもらって、適性を見るみたいな感じでね。やっぱり同じことでも得意な子と不得意な子がいるんで、そういうのをいろいろ見て、手伝ってもらって、います。そういうみんなの協力のもとに店は維持されているのでした。あと何かあったかな。まあいいや、今日そんなもんでいいや。明日は雪が降るという噂があるんで、頑張ります。失礼します。